はい、じゃあ、カジマくん。あ、カジマくんって一番上食べたもんな。僕の、もう全部もらいました。あ、全部もらったの。うん。これ、それ、カズヨさん。じゃあ、ピー朝から暑い。だいぶ。イオンも解体されてきました。久兵衛、今も朝ラーやってないんでラーメンを食べることはできません。10時半開店なんで、今10時なんでまだ無理です。じゃあなんで久兵衛に行くかというと、それは内緒です。なんかいい感じ。いただきます。月初めは必ず田代コーヒーです。限定ね、7月の限定。もう買ったけどさ、これグレフルティーソーダ。本格的に暑さが増してくるこの季節、すっきりした飲み心地のドリンクはいかがですか。グレープフルーツの甘酸っぱさとふわっと香る紅茶、エスプレッソのハーモニーをお楽しみください。そうですね、いつもに比べるとちょっとコーヒーの香りは薄いかなと思いますが、この分紅茶感はたっぷりあって美味しいですね。桃屋さん、小坂ですね。小坂の桃屋さんで、毎月、月替わりの生ドラをしてはるんですよね。ピーナッツも好きやし、ココナッツも好きなんで、いろいろ買いましたよ。さあ、行こう。小坂駅改札前、大胆に数年前にリニューアルしたこのスペースね。2日からオープンか。開いてる。和食佐藤の系列みたいね。ちなみに前出てた、この場所で出た3店も和食佐藤。手作り惣菜弁当ね。よし、行く。お、これカキフライだ。アボカドコロッケ、へえ、面白いな。お、204円。親子丼とか麻婆丼とか300円。コンビニよりもちょっと安いんでしょうかな。あ、天うな重、これはなんかデブの食いもんやな。あ、ふわじゅわ鶏天重、これは値段的にもありがたい感じ、いい感じや。お、飲み物も充実。これはいいぞ、これはいいぞ。新定番の予感や。これご飯入ってへんとあれか、入れてくれるんか。あ、種類選べる。あ、すごい、ほんまや。お、いいや、いいや、このスタイル好きやな。お昼ご飯とかいいよな、これ。このスタイル好きやな。
これもしかして一つ一つおかずがちょっとずつ違うの？へえー、すごいすごい。おかずがちょっとずつ違う。へえー、面白いな。なるほどね。500円ね。ああ、500円、550円、600円。で、ああ、なるほど。私のこれ姿だったら、ああ、なるほど。そうやな、僕はアボカドのコロッケってめっちゃ気になるから、アボカドのコロッケが入ってるやつがいいな。うん。え？あ、はいはい。ああ、なるほど。これサバいいな。これなんぼや？600円。はあはあ、ああ、なるほど。でもこれでもいいかも、そんなに。いや、でもサバ美味しい。じゃあサバと、ちょっとこれそれにしよう。さっき言ったように。これでいい？うん、これこれ。どれでもいいよ。お店様で出来上がりました。いかがですか？なるほど。温かいご飯をお勧めします。いかがですか？いらっしゃいませ。一緒は一緒。いや、いい、これがいい、サバがいい。サバが欲しい。うん。そうそう、カキフライ。え？もういいじゃない？別に僕はカキフライいらないから。え？サバ半分ちょうだい。サトマルシェ。めっちゃいい感じ、ここ。すごいね。いい感じのお店でしたよ。なんでいい感じかっていうと、なんと、レジにしてくれた店員さんが、周囲が読者の方でした。いつも見てますって言われたら、そのもええ人や。完全にええ人や。通う。めっちゃ通う。ありがとうございます。イエイ。ちょっとね、信じがたいニュースを、噂を聞きつけましてね、噂。ほら、亡くなってる。相川さんやんな、ここ確か。工事屋さん来てるわ。おう、6月末日で閉店か。まあガランとしちゃってる。おお、マジか。何にもなくなってるで。やべ、何にもない。おお、看板もなくなってるわ。うわー、あー、いや、概要欄に相川さんの取材した時の記事を載せてます。めっちゃまあまあ長いことやったぞ。マジか。これはちょっと衝撃やな。カジマ君、ちょっと。桃屋好き。桃屋。あ、そうですね。好きですね。桃屋好きな。桃屋好き。スイーツ。桃屋。好き。和菓子をスイーツって呼ぶ風習、もうちょっと納得いかへんねんな。まあ自分らで言うのもないんやけど。桃屋は和菓子屋さんですか？和菓子屋さんですよ。何言ってるんですか？新鮮な和菓子屋じゃないですか。ほら。で、これが、ピーナッツ。ピーナッツ。このピーナッツが、なんか、前田は多分ピーナッツが一番好き。これが、今月限定のココナッツ。ココナッツ。梶間くん、ヒゲ剃りな。はい。はい。ってことやね。わかる？うん、で、これを今から写真に撮ったりして、今日のスイーツニュースにしたいなと思ってます。うん、このなんかこのままキングスライムとかになりそうじゃない？あ、崩れる。よし、あこ、やばい。発想、食べよう。はい、食べよう。あ、落ちる。落とすな。遊ぶな。食べ物で遊んだらか。はい、じゃあ梶間くん、梶間くんってもう一番上食べたもんな。僕も全部もらいました。あ、全部もらった。うん。これ、それ和代さん。え？じゃあピーナッツ、僕さっきココナッツをもらったと思うんで、ピーナッツ入ってて、このメンバー、食べよう。このサバと炊き込みご飯がめっちゃ美味しい。なんか美味しい。これ
美味しいな。え、どっち食べてる今？何が美味しかったん？サバ？で、これ炊き込みご飯ほら。今からの炊き込みご飯食べて、うん、多分美味しいと思う。このアボカドのコロッケも美味しかった。美味しい。炊き込みご飯美味しいやろ？美味しい。なあ、これすごいな。なんか普通に外に食べに行ってるみたいな。もうご飯作らへんわ。うん、もう作らん。いや、それはあかんけど。美味しい美味しい。あ、美味しかった。食べきったね。めっちゃ美味しかった。こういうお弁当ってさ、うん、品数を揃えるために、うん、まあまあどうでもいい感じの入るやん。なんかほら、はい、わかります、うん、それがね、一つもなかった。全部ちゃんと美味しかった。さすが和食里グループというか、ちゃんと作ってはる。そう、ちゃんと作ってはる。僕は里に行くよりこっちの方が好きかも。うん、美味しい。本当違うのか、ね、いいじゃん。うん、違うのか。どんぶりも買ってみたよね。でもどんぶりもエビ多かったな。エビ多かったな。しゃあないな。